コンスタンチン・セルゲービチ・スタニスラフスキー1938年8月7日は、ロシア革命の前後を通して活動した、ロシアソ連の俳優で演出家。本性はアレクセイエフ。ロシア演劇の代表的人物の一人。彼が作り上げた俳優の教育法は、スタニスラフスキーシステムと呼ばれ、世界に多大な影響を与えた。19世紀後半のロシア演劇は、 悲惨な状態であった。演出無視など統制がない時代であり、門切り型の慣例に従う稽古や演技がはびこる時代であった。その中で、ミハイルシェープ金などリアリズムを模索する俳優もいたが、体系化には至らなかった。芝居が好きなモスクワの工場主権商人、セルゲイ・ウラジミロビチ・アレクセイ,イエフの家に生まれる。母方の祖母はフランス人で、 ペテルブルクでの女優の経歴を持っていた。その影響下で、家庭で行われた、活人劇に、2、3歳の頃から出演させられていた。聖教古儀式派の信徒であり、古儀式派起業家のサッパモロゾフとは、同窓生。1877年に、兄弟姉妹を中心に、アマチュア劇団アレクセイエフ一座を結成、モスクワ近郊のリュビーモフカの劇場で、初舞台。 演劇への試みは一家の中で始めていた。なお、スタニスラフスキーというポーランド風の名は芸名である。当初、スタニスラフスキーは複数の家庭教師による教育を受けていたが、一人の教師がギムナジアへの入学を両親に勧めた。13歳でモスクワのあるギムナジアの1年級に入学。次に、1878年から1881年まで。 ラザレフ研究所付属のギムナジアで学び、その後、一家の会社で働き始めた。1885年、22歳で演劇学校に入るがこの学校で学べるものは何もないと、悟り3週間足らずで辞める。この学校で、提出小劇場の女優クリケリアイコールフェドーとはと出会い、後に様々なことを学ぶ。1888年、 平質小劇場の団員と事前講演を行う。スタニスラフスキーは、これがプロとの初めての仕事であった。その際に、グリケリア・フェドートワと、夫、舞台監督兼俳優のアレクサンドル・フェドートフに再会。講演の後、同年、芸術文学協会を設立。協会のため、モリエールのジョルジュ・ダンダンを上演し、フェドートフに動きやジェスチャーを見せてもらう。 1891年、トルストイのーの果実の上演においてスタニスラフスキーは初めての演出を行った。1895年のカール・グッズ工作、ウリエル・ア・コースタの上演にあたっては、ドイツのマイ人間一座の演出家、ルートビ・ヒクロネックの影響を受けた演出を用いて大成功を収める。1897年7月22日、 モスクワのレストラン、スラビアンスキーバザールから、ルビーモフカにあるスタニスラフスキーの両親の別荘へと、場を移し、18時間ネミロビチ・ダンチェンコと二人で話す。1898年、ダンチェンコ、モロゾフと共に、モスクワ芸術座を結成し、ゴーリキー、チェーホフなどの戯曲を上演した。最初の演目は1898年の、アレクセイ・トルストイ作、皇帝表ドルイバノビチ。 特に、モスクワ芸術座版、カモメやゴードン・クレイグと共同したハムレットの上演が有名である。公演に関する最終決定は、スタニスラフスキー、レパートリーと台本をダンチェンコが主に担当した。1898年6月14日に、モスクワ芸術座顔合わせが行われた。1908年、モスクワ芸術座10周年の際に、 シェープ金を継ぐとこうに発表する。1911年、スタニスラフスキーシステムの原型が確立。1912年、第一スタジオ設立。協力者、レオポリド・スレルジツキーが指導を行った。これにより、システムが多くのものが表示可能であるような公式にまで洗練された。1920年、モスクワ芸術座はソビエト政府に強制的に、 アカデミックとされる。1921年1月、政府は芸術座にアカデミー劇場の名を与え、教育人民委員部の直接管理下に置いた。1924年、自伝ともみなされる回想録第1巻が英文で出版される。この後、スタニスラフスキーシステムの全貌を明らかにすることを決意した。続巻の計画として、第2、 三与館の構想が成立した。1936年、英語版として第二巻が刊行される。1938年には、ロシア語版が刊行され、これと前後して、ドイツ語版と中国語版が刊行された。しかし第3館、第三巻、第四巻の刊行を待たずしてスタニスラフスキーは死去した。1928年に、心臓病のため俳優は辞めていた。 またスターリンによる1930年代の見せしめ裁判や粛清を生き延びることとなった。主張に、自伝、芸術における我が生涯、俳優の仕事、全3巻。スタニスラフスキーは演劇において芸術と呼ぶことができるのは表示の芸術と体験の芸術であるとした。表示の芸術とは役の感情と動作を形で示すことであり、イコール役を演じることである。 対して、体験の芸術は、役の感情を心で体験することであり、イコール役になりきることである。スタニスラフスキーは体験の芸術を重視し、スタニスラフスキーシステムを作り上げている。もっとも表示を必要としない、としたわけでないため演じることを忘れるわけではない。表示の芸術のように役を演じる俳優の代表例として、フランスのブノワ・コンスタン・コークランや18世紀フランスの 女優ルクレロンがいる。体験の芸術のように役になりきる俳優としては、スタニスラフスキー以外に、19世紀イギリスのヘンリー・アーピングや18世紀フランスの女優で夢にいる、イタリアのロートマゾ・サルビーニがいる。合計12人の兄弟がおり、同じく演劇に関わった兄弟がいる。ありがとうございます。